カネライブ始まります。Thank you.
食べろかって思って考えたんですけど、最近なんか髪染めの共用テーマでしょ、テーマでしょ、テーマであったやん、テーマでしょ、テーマの話もだってあれやって俺一回しか買わへんやん、なんで一発で知らない、知らないですよ何回も使ったらいいじゃないですか。じゃあ中期研究室どっちする？はい、お願いします。でもテーマの話は考えてないで、それやったら考えてた話。いやだからその問題がなんか髪染めがなんか強要みたいなやつあったやん、あれ羽引きましやねんけど、高校が開封館の高校で近いやんってなってびっくりしたっていう話で、でそれから続いて普通に南大阪のところを紹介してるかなっていうのを考えてんけど、俺的にはそうそうそういいところ羽引きのはあれダルビッシュの出身地やで、すごいダルビッシュこんな感じ。あと何やったかな。考えてるよな。何やったっけな。あ、充電してる。ちょっと待ってな。思い出さなかった。ハルキさんこれ終わりなんかな。ダルビッシュが上手いところ。なんかすごい。すごいすごいっす。すごいっす。はい。あれやん、川島なら特産品、川島なら特産品、これ川島市だね、出身知ってる？川島なら特産品、爪楊枝ね、爪楊枝マジで、ほんまにどこで売ってるやつも作ってるところ川島なって書いてるから、いやマジでここ100倍やん、ほんまにマジ日本で言ってたぶん、爪楊枝全部飲んでました。マジで本当に、今からここに行って見てきてくれ全部変わっちゃいました、マジで12号終わった。じゃあ、そんな感じで Oh, yeah.
マジで俺そんな考えできないって。どうしよう。もう一回さっきと同じなの。いやちょっと待って、でも俺ちょっとお茶飲みたい普通に。終わった。よっしゃ。3つぐらいのバンドのボーカルやってまして、で
LA ガーデンとかハイエースとかオンアイスとかのボーカルやってるんですけど、はい、そうなんです。知らない方もいらっしゃったようで、まあ、説明しといてよかったなって感じなんですけど、まあそれで LA ガーデンやろうって言ってたんですけど、まあ、LA ガーデン他にもいるんですよ。だから1曲ハイエータスっていうバンドの曲を増やして、まあ、あと4曲 LA ガーデンやってって感じでやってました。最後の曲も LA ガーデンのロンサムっていう曲やります。